んを、北海道タリス在住、久保克也41歳、毎日いろいろ動画を上げてますんで、よろしければチャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今回はアルマゲドンというね、映画のご紹介をしていこうと思います。1998年公開で、ブルース・ウィルス主演の映画になっていて、バッドボーイズシリーズやトランスフォーマーシリーズのマイケル・ベイ監督の作品になっています。20世紀末に地球に小惑星が衝突することがわかります。この小惑星はテキサス州と同じくらいの大きさがあり、約18日後に地球に衝突し、地球環境に致命的な打撃を与え、バクテリアさえ生き残れない死の惑星へと地球を変えてしまうことがわかります。その対処法を会議している中で NASA の科学者が言います。爆竹を手のひらの上で爆発させても火傷するけど、握った手の中で爆発させたらどうなるか、ということで NASA が立案した衝突を回避する唯一の方法というのが、小惑星に深い穴を掘り、その中で核爆弾を爆発させることによって小惑星を真っ二つに割り軌道を変えるというものでした。この作戦を遂行するには穴掘りのプロが必要ということで、石油の採掘のスペシャリスト、石油会社スタンパーオイルの社長ブルース・ウィルス演じるハリーに声がかかることになります。最初 NASA は宇宙飛行士たちに採掘の技術を教えてほしいとハリーに頼むんですけど、ハリーは素人に教えたところで絶対に失敗すると言い、自分の社員たちと一緒に宇宙に上がり小惑星で穴を掘ると言います。作戦成功のためその申し入れを受け入れるんですけど、集まったのはものすごいメタボ体型だったりだとか、女狂いだったりだとか、ギャンブル漬けになっていたりだとか、あとはカーボーイだったりとかね、とても一般社会には適応できていないちょっとぶっ飛んだ人ばっかりで、しかも自分の娘と内緒で付き合っていた若くて腕は立つんだ、命令違反が多い AJ などめちゃくちゃ癖のあるメンバー8人がなんとか最低限の訓練を終えて、宇宙飛行士などを含めた6人と合わせて14人で地球を救うために宇宙へ上がっていくことになります。この映画も僕多分年一では見てると思うんですけど、ものすごく大好きな作品で、何が大好きかっていうと、本当に穴を掘ることしかできないようなメンバーが地球を救うといったね、穴を掘る以外本当にちょっとね、人格にね問題がある人だったりだとか、私生活に問題があったりとか、とてもね褒められるような生き方をしてるような人たちじゃないんだけど、ただ穴を掘ることだけに関してはものすごくプロで、その穴を掘るプロたちが他のことは全然ダメでも、その穴を掘るというね一つのことを極めたい結果地球を救うっていうね、なんかそのプロセスが好きで、なんかいいなっていつもねそういうことを思って見てる映画なんですけど、あとはですね、このねアルマゲドンのこう主題歌というかね、テーマソングっていうんですかね、まあ主題歌でいいのかな、がねエアロスミスの歌でね、僕はねあのオープニングだけでちょっと目頭が熱くなるっていうね、あの歌を聴けばまあ子役ぐらいねすぐ泣けるっていうのはあるんですけど、最後にはですね AJ だったりとかね、まあブルース・ウィルスもなんですけど、ものすごくかっこいいし、まあ僕の中ではですね4箇所泣けるとこがあるんですけど、まあそこはね見ていただいて感じてもらえればなと思います。ということで今回はアルマゲドンという映画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。